横田慎三です。慎三チャンネル、今日のテーマですが、突発性難聴に行ってみたいと思います。はい、難聴何本か挙げてますけども、今回は突発性の難聴ということです。では、突発性難聴というのはどういう、病気でしょうかね。難聴の一つですが、原因は不明と。突発的、急に起こる原因不明の急性間音難聴のことということで、原因は分かりませんよと、医学界では全く不明ということになっていると。突発的なのが特徴と。いつからかはっきりはしないが、だんだん聞こえなくなったとかいうようなものではないと。突発的にもうすぐですね、難聴が起こったというようなものが突発性難聴。原因はわからないと。で、有力説としてウイルス感染説、循環障害説とかですね、そういうようなものが言われていると。原因はわからないと。発症して1ヶ月ぐらいで聴力が固まってしまうためにですね、それまでに早期発見、早期治療が非常に大事と言っていると、お医者さんたちは言っているということです。原因は不明と。で、2000年にですね、厚生労働省の調査をしてるわけですね。全国、どのぐらいの患者さんがいるか、100万人に対してだいたい275人ぐらいの患者がいると。100万人あたり275ぐらいいると推定されているということですが、下に除外ですが、音響外傷ですね。要するに、ものすごい、爆音聞いたとかですね、そういうようなもので、内耳とかが、耳、蝸牛がやられたような音響外傷ではありませんよと。そういうものではない、急性に起こる間音難聴、これが突発性難聴ということです。では、今日のテーマです。突発性難聴です。はい、では突発性難聴ってのはいつから出てきた病気かということですが、突発性難聴はなんと1944年に初めてデ・クリンという人によりですね、初めて報告されたと。お医者さんでしょうね、デ・クリンという。すごいですよね、まだ1944年ですよ、はい、100年経ってませんよ、によりデ・クリンにより初めて報告された病気、突然原因不明の内耳性の間音難聴が発生する原因不明の疾患ということになっていると。発症突然、難聴になった瞬間を覚えていると。朝起きたらもう耳が聞こえなくなっていたとかですね、家に帰ってきたら、仕事から帰ってきたら耳が聞こえなくなっていたとかですね、いつなったかということが分かるぐらい、その瞬間ですね、突発的に間音難聴が起こると。原因不明の疾患ということで、ある程度ですね、年寄りの難聴ですね、老人性難聴、時間をかけてどんどん難聴が進んでいく老人性難聴とかは、突発性難聴とかとは全然関係ないです。別のものと、あるいは老化ということで、老人性難聴とは全然関係ないと。突然に発症する難聴ということです。はい、次行ってみましょう。はい、でですね、随伴症状がありますよと。突発性、要するに難聴、片側に起こることが多いんですが、まあ、両側に起こることは稀ですけど、片側に難聴プラス耳鳴り、耳が鳴ると、キーンと鳴るとかですね、それから耳が詰まったような感じ、を伴うことが多いと。すごいですね。それから半分の患者さんの約 50% にですね、発症の瞬間にものすごいめまいを伴うことが多いと。1回だけ、めまいを繰り返すことはなくて、その時だけということで、原因は不明と。一切原因はわからないと。はい、医学界ではなぜ突発性難聴が起こるのか、原因は不明ということになっているということです。で、再発はあまりないと。
はい、再発したらですね、別の他の病気を疑うということです。はい、次行ってみましょう。はい、でですね、原因が分かる病気がある場合はですね、突発的な難聴であってもですね、同じような突発的な難聴であっても別の病気に持っていくと、本症とはしないと、突発性難聴とはしないと、要するに原因に従ってですね、診断名をつけていくということで、何とでも逃げられるわけですね。突発性難聴であっても後で何か原因が分かったら何々性難聴とつけるということで、一応原因が不明なものを突発性難聴とするということですが、その後にですね、原因が判明すればですね、随時ですね、診断名を変えていくというような、まあこれ逃げですよね。要するに原因が分かれば別の病気にすり替えるということです。はい、次行ってみましょう。はい、疫学ですね、どのぐらいの数の人、突発性難聴の人がいるかということですが、2001年の調査ですね、もうだいぶ前の調査ですけども、全国でどのぐらいの患者さんが年間いるかというと、年間3万5000人、すごいですよね、年間3万5000ですよ。人口100万人あたり275人ですかね。100万人あたり275人。すごい数。発症、男と女に差はありませんよと。で、年齢はですね、大体50代から60代に多いが、小児の発症もあると。要するにどの年齢でも発症するということですよ。そりゃそうですよね。原因はあれなのでですね、まあ後で言いますが、原因はあれなので、子供も当然発症しますし、年の人も発症しますよね。全年齢で見ることが可能と。要するに全年齢で出ると。で、遺伝性の疾患ではないと。遺伝的な要素はまるでないということで、原因は不明と。そしてもう一つ言われているのは、健康な人がなると。病気を持っていないのに、健康な人がある日突然なると言われているということです。はい、次行ってみましょう。はい、では突発性難聴の原因ですね、医学界が何と言ってるかということですが、内耳に障害が生じる感音難聴の一種ですよと、まあ当たり前ですけどね、まあ、感音難聴の一種ですよと、原因は医学界では全く不明と、原因が不明な突発性の難聴のことを突発性難聴とするということになって、原因はずっと不明のままということです。はい、それから内耳の循環、血液の循環障害説というのがありまして、はい、健康な人の発症が多い、全く病気を持ってない人ですね、病気を持ってない人の発症が多い、ここがキーですね、健康な人が発症している、それから健康な人ですよ、分かりますかね、健康な人が発症していることや、再発しないこと、あまり再発がないわけですね、それが、で、医学界は何と言ってるかというと、極めて症状が似ている病気にウイルス感染症によるムンプス難聴、ヘルペス感染症による内耳炎、これじゃないかと、ウイルス感染説がこの難聴のですね、犯人の正体ではないかと、医学界は言っているということですが、他にもあるんですよ、ありますけども、そういうような報告をしているということです。はい、次行ってみましょう。はい、でですね、医学界は原因を3つの説に分けていると。3つですよ。本当は4つですけどね。私はその4つ目だと思いますけども、まあ一応医学界が言ってる3つ、何かと。ステロイドとかがですね、抗炎症作用を持つ薬が効果を治療の時に発揮するのでですね、ウイルス感染が原因じゃないかというウイルス感染説が1。医学界が言ってるんですよ。ウイルス感染説。それから、毛細血管の血流が妨げられる内耳の循環不全、内耳循環障害説と、分かりますかね、これが2つ目、内耳循環障害説と、はい、血流が悪くなる、はい、そして3つ目、ストレス説、患者さんのストレスじゃないかと言っていると、はい、3つ言ってるわけですね、ウイルス感染を原因としている説、それから、内耳循環障害説と医学科が言っている、それからストレス、患者さんのストレスじゃないかと言っていると。で、4つ目言っておきますけども、これを言っているやつが犯人ということがあるわけですね。わかりますかね？いつも言ってますけども。はい。こういうことを言っている人間たちが犯人ということがあるということを、一応頭に置いておかなきゃいけない。
いつも言ってますが、医学、薬学、お医者様、製薬会社、薬が犯人かもしれないということをいつも頭に置いておく、4つ目を置いておくということです。こういうことを言っているから、この3つが犯人と思い込んではいけないと。4つ目、それを言っている人たちが犯人ということもあるということです。はい、次行ってみましょう。はい、では一応症状ですね、さっきも言いましたけどね、一応まとめておきましょうね。症状は、発症はですね、聴力が低下した瞬間が分かる、もうその要するに難聴になったその時間ですね、その時が覚えてると、即時的と、はい、朝起きたらとか、テレビ見てたらとか、会社から帰ったらとか、その、要するになった瞬間が分かると。それから難聴、片側のことが多い、はい、で耳が詰まった感じですね、が伴うと。それから耳鳴り、はい、それから強烈なめまい、反復のない1回だけの強烈なめまい、こういうことが起こるということです。はい、大体こういうことですが、大体ほとんどの場合はですね、片側、要するにどっちか片一方の耳に発症することが多いということです。はい、次行ってみましょう。鑑別疾患ですね、似ている疾患ということで、要するに突発性難聴に似ているような症状を起こすものとして、ここに書いているものがありますよということです。メニエル病、めまいがするやつですね、外リンパル、耳の内耳のところが破裂する病気ですね、それから聴神経腫瘍、腫瘍ですね、良性も悪性も両方、それから音響外傷性の、要するに音ですね、ものすごい音聞いた場合の難聴、それからおたふく風邪とかヘルペスのウイルス感染とかですね、梅毒の感染とかですね、小脳動脈梗塞とかですね、そういうようなものは似たような症状を示しますよということです。下に書いてますが、低い音の場合は低い音の障害の場合はメニエルとか、それから何かダイビングしたとかですね、飛行機乗ったとか、そういうような時にですね、弾けるような音がしたら外リンパ瘍じゃないかと疑うということです。はい、次行ってみましょう。はい、では突発性難聴原因どんどん探していきますがですね、さっきも言いましたが、突発性難聴は起床時に認識されたりとかですね、するかかったところが分かる、タイミングが分かるような過音難聴で、毎年どのぐらいの人がなってるか、5000から1万人に1人、分かりますかね、1万人に2人ぐらいが発症すると。はい、で初期、は片側で、ここが重要ですが、丸括弧、薬剤性のものは除かなくていいですよ。薬剤性のもの、全く同じことが起こるということです。で、医学界は何て言ってるというと、こういうふうに丸括弧、薬剤性は除く。いや、除かなくていいと思いますよ。薬ですからね、突発性難聴、起こす薬、たくさんありますからね。はい、重症度はですね、軽いのから重いのまでいろいろありますが、耳鳴りをして、1回の強烈なめまいですね、こういうものを伴うと、薬剤が起こすことができるということです。はい、次行ってみましょう。で、さっきも言いましたがですね、完全に原因不明ですね、特発性というのが一つ、それからウイルス感染、単純ヘルペスとかムンプスウイルス感染、それから自己免疫疾患じゃないか、微小血管閉塞じゃないか、それからイベントですね、鈍器で殴られたとか、鈍的頭部外傷とかですね、ダイビングなどの外リンパ瘤、内耳の壁が破裂する病気ですね、そういうようなものじゃないかと言ってますが、もう一つあるわけですね。何か、医薬品ですね。耳に対する超器、長期毒性がある薬というのは、耳に対して毒あるものがあるんですよということです。はい、時に1日以内にですね、加療投与するとですね、あっという間に難聴を生じるということで、医薬品が起こすことができると。ただしですね、突発性難聴、全く健康な人、要するにこういう治療してれば分かりますよね。何かの治療してるわけですから、アミノグリコシド系の薬剤を使って、あっという間に難聴になればですね、その人健康じゃない、何か病気があってやってるわけですから、健康な人がなるというところに矛盾が生じるということです。はい、次行ってみましょう。
はい、で、さっきも言いましたが、ですね、感染症の一部が突発性難聴と関係があるんじゃないかということで、ヘルペスとかですね、ライム病とかですね、細菌性の髄膜炎とかですね、そういうもの、マシンとかですね、そういうものの時にですね、突発性難聴が出たりすると。それから他の病気の発症状ですね、最初の症状が突発性難聴ということがあると。そういうものとして、聴神経の腫瘍ですね、良性、悪性も含みますが、腫瘍、多発性硬化症とか、メニエール病とかですね、そういうようなものの最初の症状。それからもう一つが、この、真ん中に下にありますが、抗がん症候群。何か、血管炎症候群の一つ、自己免疫疾患の一つ、要するに抗原病の一つですよ。抗原病の一つ、抗がん症候群などでは、10から30%ぐらいの患者で、血管炎が見られて、さらにですね、その人たちの中に、こういうような内耳とか、耳とかの自己抗原に対する自己免疫反応があるということで、突発性難聴、聴覚の症状が出る時がありますよと、50%超えですかね、前提。聴覚の症状が見られるということで、あと他には白血病とかですね、そういうようなものの一部にですね、突発性難聴の症状が出る場合がありますよということです。はい、次行ってみましょう。では、いつものように、添付文章を見ていきますがですね、はい、まず1枚目ですね、インシュリンですね、インスリン、グラルギン、BS という薬です。はい。遺伝子組み換えインスリンということで、糖尿病の人が使う薬ですね。ものすごく早く効く方ですかね。はい。インスリンアナログ製剤というやつです。はい。では見ていきましょうかね。いろいろありますからね。長く効くやつとか、即効性のやつとかですね。ありますけども。さあ、副作用見ていきましょう。何か。はい、もういきなり載ってますね。副作用その他のところに突発難聴ということで、突発性難聴起こりますよということはこういうふうに書いてあるわけですね。薬で、難聴を起こす薬なんていうのは、難聴って書いてるのはもうゴロゴロありますよ。今回出しませんけどね、難聴と書いてるのもゴロゴロあります。それから第8脳神経障害、前動画上げてますけども、第8脳神経障害とかですね、そういうような書き方をしているものもあります。まあ、それは別の動画上げてますから、そっち見てください。で、今回突発性難聴ですから、こういうふうに突発性難聴を起こす薬、たくさんあるんですがですね、ここで疑問が、さっきってずっと言ってきた疑問ですね。健康な人がなる。これ病気で治療してる人ですよね。糖尿病で治療してるって分かってるわけですから。病気の人、治療しててこの薬を使う、そして突発性難聴になる。このパターンはあると。でも、健康な人がなぜか突発性難聴になると。そこが解決してませんよね。では、それを次のスライドで言ってみましょう。はい、次行ってみましょう。2枚目の添付文章を見ていきます。はい、健康な人が突発性難聴になるということで、で、なんで添付文章を見てるのということですが、健康な人が使う薬というのがあるわけですね。全くの健康ですよ。健康なのに使う薬。はい、何か。細胞培養インフルエンザは、点々んですよ。わかりますか？もうこれ以上言いませんよ。はっきり言うとあれなんでですね。はっきりは言いませんけども、細胞培養インフルエンザは、点点点です。はい。わかりますかね？はい。ということで、見ていきましょうか。起こしますかね？はい。ありますかね？ありますね。はい。突発性難聴ということで、起こすことがあるということです。はい。健康な人、打ちますよね。いろんなやつね。は、点点点んですよ。それから、ついでに多汗症も起こしますよ。下の多汗症も書いてます。突発性難聴。他のも、は、点点点もそうですよ。で、でも言っときますけども、アメリカのですね、いろんなところがですね、医学アカデミーとかが大規模調査とかしてるわけですね。インフルエンザのこの和、点点点とか、他のやつですね。あれですよ。もう言いませんけどね。の、は、てんてん、んとかの大規模調査をしてですね、増加してないので、突発性難聴と、は、てんてんてん、んは関係ないと
いうことをアメリカの医学アカデミーとかの大規模調査で、言ってると、否定をしてるわけですね。否定してますけども、和で出てるわけですよ。たくさん出ているという事実がまずあるということです。はい、次行ってみましょう。最後ですが、最後医薬添付物証もう一枚見ます。はい、何かというと、シルデナフィルという薬です。シルデナフィルクエン酸塩という薬です。何の薬かというと、勃起不全の治療剤と、立たなくなった時の立たせる薬ということで、はい、見ていきましょうか。副作用見てると、もういきなり最後ですかね。一番最後何ですか、書いてます。突発性難聴起こりますよということです。はい、で、これ立たなくなった人が治療のために使うこともありますし、そうじゃなくてですね、普通に、健康食品、海外産の滋養強壮剤とか精力強壮剤とかですね、健康食品やサプリメントの中にはシルデナフィルを含むものがたくさんあって、厚生労働省も注意喚起しているということです。わかりますかね。シルデナフィルを含んだもの、海外産のですね、滋養強壮剤とか精力強壮とかのサプリメントがたくさん含まれてるわけですよ。突発性難聴起こりますよ。それからアメリカ食品医薬品局、はい、アメリカ食品医薬品局、有名なとこですね、 FDA ですかね、はい、2007年、男性の勃起不全の治療薬の副作用で突発性難聴になるという恐れがあるということを警告、ですね、バイアグラとかシアリスとか、ただら、まあ、いろんな薬ですね、レビトラとかですね、そういうようなものの3商品に対してですね、取扱説明書に詳しく記載しなさいよということを求めているということです。要するに起こすと、もうこれ否定のしようもないですよね。シルデナフィルは、この薬はですね、起こすということで、バイアグラ起こすこと有名ですよ。突発性難聴が出るということですが、一番問題なのはですね、治療のためじゃなくて、バイアグラ分かりますよね、治療とかじゃなくて、あれを立たせるためのあれで、皆さんが使うわけですよ。病気じゃない人がたくさんですね、健康な人がこれを使っているということで、使うとどうなるか分かりますよね。副作用、突発性難聴がこういうふうに起こるということです。健康な人ですよ。さっきのワーテンテンもそうですけども、この勃起不全の改善の薬もですね、健康な人は使っているということです。もちろん治療のためにですね、勃起不全の治療のために病院に行って処方される人ももちろんいますけども、そうじゃない人もたくさんいるということです。はい、最後ですが、このようにですね、医学界では突発性難聴の原因は全く不明と言ってますけども、これファイザーが言ってるわけですよね。ファイザーとかイーライリリーとかバイエルとか有名な製薬会社がですね、もうちゃんと警告書いてるわけですよ。商品の取扱説明書にも書いてるわけですね。でアメリカ食品医薬品局も2007年にちゃんと突発性難聴になる恐れがあるので警告ということで出てると、医学界は知らないはずないですよね。知っているということです。ということで、突発性難聴というのは薬ですよ、医薬品が起こしているという胃炎病ということです。いつも言っていますが、医学、薬学、お医者様、製薬会社、薬というのが犯人かもしれないと頭の中に置いとかないとですね、こういうふうにちゃんと警告までしてるわけですよ。しててもですね、知らないふりをして、お医者さんたちがいっぱい動画上げてますからね。原因不明、原因不明という動画が YouTube のトップの方には全部ありますからね。皆さんそっちを見るでしょうから、こういうような情報にはなかなかたどり着かないということです。はい、最後ですが、今回は原因不明の病気、突発性難聴についてお送りしました。ありがとうございました。